もピオキングです。今日もですねトロールコースト一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース、ハウスオブアトーンサブトロールスというコース、説明文にですねシンプルトロールっていう言葉があるんですよ。なんで今回このコース画面の情報量が少なくて誰でも見やすいようなトロールコースになってるんじゃないかなと思ってるんですよね。すいません噛んでしまいました。最低限で作られたトロールコースだと思うんですよ。どうなんでしょう。それじゃあ早速やっていきますか。やばシンプルなのかなこれって。まあ右に行きますよ。こっちに行ってとりあえずハテナ叩きます。うわなんもなんねえか。じゃあ右にダッシュしてあの炎の上越えていくね。多分それでいける。なあそう土管が隠してあんの。いやまだこの土管で取り返し効くかもしんない。頼む追加やって。いや最初からこういうの持ってきます。ウェイトなんて書いてあるの。ウェイト、うわ読めねえな。なんとかティースタート、アンチスタートみたいな感じ。開幕魚土管に入らないように右押しっぱしないで上に行く。多分それで合ってると思うんだよね。あっつ、いやさすがにここ左勝ちブロックはないよね。そしてこのまま右にダッシュしてこのドアに入る。あダメ、鼻には引っかかりませんでした。さあドアに入っていきましょう。次は何が待ち。うわ入って書いてるよ。こっち間違いだったのかな。上のピューステみたいなあったじゃん。あれとかまだここかよ。なんか変わってるパターンありえるよ。逆らっていうパターンじゃないかもしれない。ちょっと最後まで見てみる。気になるでしょみんな。プクプクじゃないことを祈っておこう。よしやり直そう。やった。魚には引っかかりませんでした。え、じゃあどうするんだろう。上とか左行けないもんね。だってじゃあ一旦右。あれなんか今ブロックが壊れたよ。あここにツタが出てくる。危ない、熱いのが出てくる。でこのまま右、よしオッケー。で魚そんじゃあのハテナブロック叩かないで何もしないで上に行こう。多分これで正解でしょ。さあ魚がいます。この魚倒していきたいと思います。そしてからのコーラー吐く。これが正解でしょ。でハテナブロックがあるね。ハテナブロック叩いてみる。どうなる。やばい、こやばすんじゃないの。だえ夢と希望を乗せた。なんとかなんとか。じゃあここはさパウブロックをヒップドロップで壊してプラパを倒す、そういう感じだね。そんで上に行って合ってるのか。そんでまたこのパウブロックを叩いてプラパを倒す。オッケー。でさ下に行ってさバネがあったじゃん。このバネを出しておく。多分これが正解とかいうゲームだよこのゲームは。さあどうなるんでしょうこのバネの行方は。やべえキノコが消されました。待ってこれは何、キノコか。待ってバネを追いかけてみよう。バネの行方が知りたい。またキノコが消されマジでキノコ殺人鬼じゃん。あのまだ待って魚だ。みんなうすうす勘ついてるんじゃないかな。あの左下のバネ意味ないよきっと。ここどうすればよかったんだろうね。え、あなるほど、先にこの金魚出しておいてこのまんま回転ジャンプで右に行くとそういう感じだね。バカで金魚引っかかりませんでした。さあ土管に入っていきましょう。もう何度も引っかからないよ僕は。でここで行くところがいっぱいあるな。なんか通常のステージっぽいところに急に戻ったね。なんか矢印の通り行ってみる。一体このまんま左上行きます。でこのハテナブロックは何、これは魚魚魚魚。ちょっとリベンジしていい、この右上鍵を取るんじゃないのかな。一旦魚避けておくよ。そして鍵を取って下に行く。うわ違うっぽい。大丈夫、待てな、何また魚。このコースを終わる頃にはマジでプクプクが嫌いになってそう。こっからジャンプ、よし避けれたね。でも青ブロックが変わってないからね、もう一回青ブロックを変えて下に行けってことかな。また魚降ってきやがった。でこの鍵で鍵の穴入る。これで合ってるのかな。いろんな場所行くところがあるけどこれでいいのかな。うわどうしよう、また入って変えてるよ。もう右上の鍵取っても意味なかったってことかな。この左下絶対罠だよ。あれ怪しくないこの左下。なんでこのまま上に行ってみるね。上に行ったら何があるんだろう。なになってない魚界だね。今までトロールコース結構やってきてるけどさこんなに魚出てきたことなかったよ。この上の土管は入れないんだね。てぃ
りあの鍵ドア入るしかないんじゃないの。なんでもう一回この鍵扉入ってみるね。そして右上にすぐ行く。それかここに入る。あ、そういう感じだったんだね。こっちで合ってる。よし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 。うわどうしよう。カロンの甲羅入っていく。カロンの甲羅入って右のパワーブロックでヒップドロップしてみるね。ここが正解。なに、あ、ゴールなんじゃないの。いや違う、くっそゴールと思った。今誰もがゴールと思ったよね。みんな東京トロールコース終わるんだみたいな。悔しい、騙されました。ここで急に普通のコースっぽいのに戻してきやがって。じゃあこれはプレする。あ、じゃあ中で魚に気をつけよ、マジで今回は。でこのまま上行くでしょ。さあこの亀の甲羅捨ててこのまま上に行く。多分これで合ってるよ。多分合ってて、こんなに進ませといて罠が待ち受けてるとかそんなんないよね。よし絶対こっちだ。ありがとうございます。今日なかなか冴えてるんじゃないの、魚以外で。ここはどうしよう、アイテムあんのかな。結構魚に気をつけなきゃいけないもんね。この辺で魚出てきそうじゃない。ほら見て。中でもう引っかかりません。さあここで下に爆弾がなんか開く。よし、はな、お前もかじゃあここはブラッパが出てくるの多分待っておけばいいんでしょ。で下に行く。多分これで合ってると思うんだよね。うわここなんか出てきそう、あぶねっていうかここビッグコインなんだ。うわ上のキノコ取んのかな。いやあのキノコ追いかけて、追いかけさせて。なんもねえじゃねえかここ。じゃあここさ、この中に追っておけばいいのかな。そしたらキノコが取れるみたいな。そして下から行けると。さあピンクコインコース、今気づきました。ここ右に行けばなんかあるだろう。絶対なんか出てくるよここないんか。ちょっとなんか期待したじゃねえか。それじゃあ次はこの音符下から叩かなきゃいけない。そんで左の中間ポイントが取れる。オッケー、さあ土管に入って進みましょう。あとピンクコイン何個、あと3つか。さあここは普通乗って一旦左に降りよっか。絶対なんか罠だよこれ。ほーら絶対そうだと思いました。上に行ったらね、あの下に落とされるやつだったね。でこのチョロップを踏んでシャカだー。魚結構警戒してるんだけど、マジで予想外なところから来るんだよね。うわー危ない、もうこの魚もさっさ倒しておこう。でこのキノコは取れる。よしよしよし。で下から右に走ってここは抜けれるんでしょ。うわ何この矢印、右に行けって書いてるのか左に行けって書いてるのかちょっとよくわかんないね。でもこのドア入るしかないからこのドア入っていくね。なんなんだそれは。このドア入ったら右押しっぱで多分抜けれると思うんだよね。そうでしょ。よし合ってた。さあ左上にも行けるんだよな。右上にも行けるし、どっち行く、こっち行ってみようか。左上行ったらこっちには戻ってこれないもんね。うわドッスンがいるな、襲ってくるのかどうなんだ。ゆっくり行ってみる。よし大丈夫、よく見極めました。でなんかここ右上行けるんじゃないの。なんか足場になってんだよね。うわいけないか。じゃあこのまま下降りてみるね。そして左か。うわ大丈夫、左落ちるしかない。もうこれしかないんだ、合ってる。ビッグコインがあるの。魚だあの右下のハテナブロックじゃいらないのかな。このまんま土管に入っていってみる。また普通っぽいコース来たな。絶対これ魚でしょ。いや違うのか、ああいうところに魚引っ掛けてほしいよな。うわなんか死体級っぽい音楽がするけど、この状態で土管に入る。これはなんもない。うわ魚がまた落ちてきやがった。大丈夫、これで合ってるよ。オッケーオッケー、このまま下に行こう。うわ戻ってきたね。あでもなんかさっきとちょっと違うパターンだよ。 P がずっと鳴ってるからこの状態だったら何か変わる。あなるほど、この状態で上に行けばいいっていう感じかな。はい、それじゃあ今ね P を発動させて戻ってきたんだけど、この状態で一旦右を進歩するでしょ。こっからあツターが出てきたよ。なるほど、これで左に進めるっていうわけか。うわここ怖えな、魚もう魚恐怖症になってしまってる。もうほら出過ぎなんだってマジで。ここは下から叩くね。これがツタ。うわ違うのか。あどこに来る、どこに来る。右に一旦逃げます。そしてこっからビヨーンで、うわ届かないで、えどうしよう。ツタは
あの上に行けないっていう感じから上から叩いてみよっか。上から叩いたらなんか変わる。頼む、なんか変わって。え、よし、そうしたらツタが出てくるのね。ちょっとどういう仕組みかわかんないんですけど、さあ進んでいきましょう。もうすぐゴールから、あと1個だね。ピンコイン、このオンオフを押して右で走っていきます。これでいい。大将合ってるよ。魚には気をつけようね。魚注意報。さあ進んでいきましょう。でもっかいなんか変わってる感じか。でここはドア入って右押し一発でいいでしょ。そうでしょ。なんで。え、左押し一発でよかったの。いや絶対そうだよね。左押し一発だったらあのゴールできたっていう感じだよね。頼む、やり直し聞かせて。あ、なんかさっきと違うよ。熱い熱い、これが正解だよきっと。さあこの土管入れるのかな。土管は入れませんね。じゃあこのまま上に行って何があるかなんだよね。新耐久ですかね、これもしかして。新手の新耐久ですか。で P 振ってどうなる。え、このまま上に行けってこと。ちょ、邪魔くせー。弾弾がマジで邪魔くさ。さあ上に行きました。上に行ったらツタが あるね。このツタに乗ってこのドアに入ればゴール。頼む、どこだよここは。いや、さっきの場所じゃないこれ。ゴール前のあのドアの場所だよね。よしよし。で、ここでドアに入って左押しっぱすればゴールだと思うよ。頼む、やった。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこの一発マリオスナッチザパウで、説明文にですね、ノーヒデンブロック GL って書いてるんですよ。あのヒデンっていうのはね、隠されたとかいう意味らしいんですよね。なんでこのコース隠しブロックはないということですね。さあそこでサムネを見てください。パウブロックが一つあるだけ。ただしクリア率が 0.3%。 どんなゴール条件が待ってるんでしょうか。うわ、パウブロックを持ったままゴールなの。パウブロックを破壊してゴールじゃないんだね。ということはこの真ん中のパウブロックどうやって取るんだろう。普通に空中スピンでちょっと取ってみるね。いや絶対無理だよねこんなんじゃ。いや遠すぎでしょこのパウブロック。どうやって持つのよ。下からジャンプでは絶対いけないよね。めっちゃ勢いつけていってみる。うわ絶対無理だこの方法じゃね。あのパウブロック持てないと思うんですよ。走ってさ左向いてくるりん。こんな感じで行くんじゃないのかな。多分するよね。めっちゃギリギリでやらなきゃいけないと思うんですよ。ちょっと見てきてね。うわむずっけーこれ。うわマジでむずっけーよこれ。いける気がしないね。ちょっと最速見ていい。2秒。いや早すぎでしょ。だから最速当てになんねえな。逆にこれ上に乗って降りた瞬間にパワーブロック持つみたいな、それで行ってみようか今度。これいけそうじゃない。うわ惜しい。これで勢いついてたら多分いけると思うんだよね。なんでね、最速のやり方はあのパウブロックに乗った瞬間すぐ左向いて空中スピンで右みたいな、多分これでいけるんじゃないかな。ちょっと見ててね。うわ惜しい。なんかいけそうな予感がするんだけどな。もうちょっと。あとちょっと感がやべえ。あ、なかなか持たねえなこのマリオ。そんなにパウブロックが嫌いなのか。ちょっと手を伸ばしてくれてもいいんじゃないですか。くっさ、もどかしい。これを何回も連続で続けてるの逆にすごくない。うわ悔しい。どんくらい遅くだったらいけるんだろうね。めっちゃ遅くいってみるね。もうこんくらい。いやこれは遅すぎでしょ。じゃあもうちょっと早くしてみようか。今の遅すぎたと思うんだよね。こんくらい。やったよっしゃこれはパウブロックを持つだけなのにかなり鬼畜だったね。それじゃあどうもありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。